キワイの最高しまじろうのは土曜朝8時30分体と健康今日は口について。口って何をするところだと思う？ご飯を食べるところ。そう、でも口はご飯を食べるだけじゃないんだよ。息も吸ってるし、喋るのも口。そっか。口は体全体にとっても本当に大事な場所なんだ。口の中に出る唾液には悪い菌を殺す働きがあって、その悪い菌が体の中に入らないようにもしているんだ。唾液強い。それでも口の中が病気になることがある。どうして？実は口の中にはいつも菌がいっぱいいるんだ。菌がいて大丈夫なの？口の中にいる菌は働き者のいい菌で、外から入ってくる悪い菌と戦ってくれるんだ。そうなんだ。でもずっと口の中にいるといい菌も悪さを始めることがあるんだよ。口の中の病気って虫歯のこと？虫歯だけじゃなくて、歯周病という歯の周りの肉の病気もあるんだ。最近は子供にも多い病気なんだよ。歯周病？歯周病は歯と歯茎の隙間の肉の部分が赤くなったり腫れたりする病気なんだ。ひどくなると歯が抜けてしまうこともあるんだ。さらに歯周病で口の中に傷ができると、そこから悪い菌が体の中に入ってしまうんだ。そうか。だから口の中に病気ができないようにしなければならない。どうしたらいいの？大事なのはしっかり歯を磨くこと。歯を磨くことで歯についた食べ物や悪い菌を取り除けるからね。口の中をきれいにしておくことが大事なんだ。特に夜寝る前はよく磨こう。はい。そして歯ブラシは柔らかい毛の方が歯や歯茎を傷つけないよ。実は歯を磨いた後は口をすすぎすぎない方がいいんだよ。そうなの？すすぎすぎると歯磨き粉に入っている歯を守ってくれるフッ素も流れちゃうからね。そっか。デンタルミラーを使って口の中を観察しても面白いよ。お家の人と歯医者さんごっこをすると歯磨きも楽しくなるね。歯医者さんごっこやってみたい。そして口の中で病気が始まってないか、定期的に歯医者さんに行って見てもらおう。上手に磨けているか見てくれるし、綺麗にもしてくれるんだ。虫歯じゃなくても歯医者さんに行っていいの？いいんだよ。3ヶ月に1回は歯医者さんに行って病気にならないようにすることが何よりも大切なんだ。僕も歯医者さんに行きたい。君は歯医者さんに行ったことがあるかな？歯医者さんに行くとすっきりして気持ちがいいよ。テレビ番組しまじろうのわお土曜朝